はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加山真理乃です。今日はですね、行政書士逮捕のね、ちょっと驚くべき状況 で逮捕された行政書士の、ニュースとですね、あと司法書士逮捕のニュースを、ご紹介したいと思います。行政書士がね、先日、逮捕されました。で、この行政書士、北海道在住で、相続ですね、遺産承継業務に着手していたということなんですが、遺産承継業務の中で、相続されるはずのですね、遺産、をですね、着服したということで、横領でね、逮捕されているわけなんですが、なんとですね、この方、過去にですね、3400万円の、横領を、していて、で今回は、再逮捕、今回はもう2900万円を横領して再逮捕されたんですね。でしかもですね、同じ遺族から、横領していたということで、ちょっとね、考えづらいね、話なんですが、このような容疑で逮捕されたと。で逮捕されて、ね、どうして、こういったことをやったのかということに対して、高級時計をしたかったというような供述をしているということで、もうね、逮捕は逮捕でも普通の逮捕じゃないんで、ちょっとね、動画にしてご紹介をさせていただきました。で同じ時期にね、司法書士逮捕というニュースもあって、これはね、全く業務外での話なんですが、司法書士がね、飲食店で、トラブルになって、頭突きをしたということで、司法書士が逮捕されたというニュースが出てきています。で、業務以外でもね、こうやって、やっぱり資格業をね、専門業っていうのは、逮捕されれば必ずね、話題になってしまいますので、やっぱりね、その辺は、気をつけなきゃなと思いますけどね。で、過去にもね、会計士逮捕とか、いろいろ調べてみたんですが、会計士はね、結構痴漢とかでね、捕まっている方も多かったです。でね、なんとね、弁護士逮捕って調べると、なんとですね、弁護士逮捕を調べると痴漢とかね、そういったことで、容疑をかけられた人向けの広告ばっかり出てきてしまってね、弁護士逮捕のニュースっていうのはね、なかなか検索しづらいので、ちょっとね、なんだか、分かりづらい、弁護士が逮捕されるとね、話題にはちょっと意外、いろんな意味で分かりづらいのかなというようなね、感じもしました。で、この遺産承継業務なんですけど、私もね、司法書士の仕事をしていて、遺産承継業務って日常的にね、あります。で、相続の相談とかも業務の中でね、受けたりするんですけれども、遺産承継業務っていうのは、例えばね、亡くなった方の預金の解約を、ね、代理して行う場合とか、そういった場合にですね、私の方にお金が振り込まれるんですね。やっぱり預金の解約とか一切権限を委任受けてるわけなので、解約の手続きだけし、振り込みは相続人へっていうことではなくて、振り込みも自分のものになってしまうので、常日頃ですね、この相続遺産承継業務をするにあたっては、司法書士であっても行政書士であってももちろん弁護士であってもですね、自分の事務所で使っている口座とはさらに別の遺産承継業務用の口座を作るというのがもう基本中の基本、当たり前の前のようにね、周知されています。そうでないとやっぱりね、運転資金にね、回してしまったりとか、そういう不届き者がいることを考えて、そのように言われているんですが、この行政書士はね、ちょっと高級時計が欲しいということで、ちょっと考えられない理由なんですが、そうやって遺産承継業務っていうのは気をつけるべきだと言われています。で、預ける側、依頼する側の注意点としてはですね、もうこれはさすがにやっぱりこう司業である、行政書士であるとか司法書士である、弁護士であるってことを信用して預けてくださっているので、もう注意っていうようなね、レベルじゃないんですよね。もう信用で取引をしているわけですから、このような資格を持った人がですね、横領するというのは、到底ね、許されない。本当にね、一発で横領っていうのはいろんなね、懲戒事由ってありますけど、横領だけはね、一発でバッチが取りますから、それぐらいやっぱりね、信用を傷つけるというのは許されない行為なんですね。で、預ける側はもうね、こういう遺産承継業務とかこういった多額の、ね、2900万円とかそういったものはもうやっぱり大手の、ね、名のある事務所であったりとか、ちょっとね、そういうところに頼む、あと資格に優劣つけるわけじゃないですけど、行政書士、司法書士、弁護士といる中で、ね、どの資格にね、資格業を信用するとか、もう多分そういうレベルの問題になってきてしまうと思うんですね。なので、預ける側としてももう注意といいますか、できるところっていうのはやっぱり大手、であるというところですよね。
まあ、でもね、表でもやる人はやるのでね、なんとも言えませんけれども、こういったね、事件が本当に、なくならないと、資格資料全体のね信用に関わるので、これはね厳しく罰せられると思います。まあ、横領はね司法書士でもよくね、貢献業務で成年後見ですね、財産管理人になって、そのね財産管理人をやっている間にその横領してしまうという事件が、多々あるんですけど、横領はねもう一発でバッチがみんな飛んでます。それぐらい厳しいので、ね、まあ妥当だと思いますけれども、こういったね、ニュースが、ありましたというねご紹介でございました。ということでね、今日は、以上でございます。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。